屋台の大阪焼き大阪焼きは、縁日の屋台などで売られる小麦粉を取材とした、鉄板焼き料理の主として、東日本地域における故障である。日本各地で見られるが、大阪を中心とする近畿地方では、大阪焼きという名称では販売されない。西日本では、リング焼きや、焼きと称されることが多く、また、東京のアメ横では、 アメ横焼きの名で売られているなど、地域によって故障が異なる。今川焼き用の鉄板や直径10センチメートル前後の金属製セルクルを使用して、お好み焼きのような具材を型に入れて焼く。このスタイルは、1000日前の地方が1990年に開催された国際下と緑の博覧会で、チボットという商品名で販売したのが最初と言われている。 今川焼きの鉄板を使用する製法では、二つ一組の焼き型を使用する場合と、一つずつ使う場合とがある。二つで一組の場合の作り方は、熱した今川焼き用の鉄板の一方のくぼみに卵を割って落とし、もう一方のくぼみには、お好み焼きと同じく小麦粉主体の生地を流し入れ、キャベツ、豚肉、網エビ、天かす、紅生姜などの具を入れて焼き、 最後に両者を合わせて焼き上げる。一つしか使用しない場合は、蒸気の二つで一組の場合の作り方の卵の方を、省くか、または、一つのくぼみに卵を含めてすべて入れる。焼き上がった後も、お好み焼きと同じく、お好み焼き用のソース、青のり、マヨネーズなどをかけて供される。台湾では、お好み焼きのことを、大阪商と呼んでいる。ありがとうございます。